はいパーソナリティの吉川さんです7月の19日火曜日ですね、えー、7月に入りまして石原裕次郎さんの特集で、えー、今日は第3週目にあたりますね、えー、歌に入る前に、えー、7月から始めております釣り情報魚釣りですね沖縄本島ガーラの時期でねガーラとタマンがあちこちで釣れてますのでその情報をお知らせしようかと思います。 すごいですね、弓台管海岸で112センチのガーラ、21キロですね、浪人アジ、これが上がってます、それから那覇の一文字で132センチ、31.5キロのガーラ、上がってますね、生きぼらです。生きぼらをですね、ボラを釣って、それを生きたまま餌にして釣ってます。 実はこの番組担当してます私本人が那覇一文字釣りクラブ今からもう20年ぐらい前ですかねその時のですね、えー、メンバーが80名ぐらいおりますけど那覇一文字釣りクラブの私が会長で沖縄テレビの釣り番組の解説もしておりましたねよく釣れるんですね、えー、生きたボラを餌にして センチ 31. キロまあ3 1キロのガーラの引きと言いますとこれはもう大変ですよね、えー、この情報によりますとやはりヒットした瞬間1 0 0ルぐらいね、えー、リールいわゆるリール糸を巻いてるリールがーもう悲鳴を上げてずっと突っ走っていきますそれをギアをコントロールしながら引き寄せるわけですから約1時間ぐらいかけて、えー、手元にね 引き寄せてタモですくい上げたということです会、えー、音が上がっていくに従ってこれからタマンそれからガーラが各地で連れておりますそれと実は2日前の日曜日第19回のユンタン山歌名会の歌謡書がありまして私もですね、えー、ずっと司会だけでしたけど石原十次郎さんの歌を歌ったんですけどね、えー、だいぶ緊張しました やはり司会の方が楽ですよね。で、面白いことには、この歌謡賞の会場、約600名ぐらいのお客さんが入っておりましたけど、この歌謡賞の会場にですね、号外が配られたんです。号外ですね。え、嘉手納高校が、あー夏の甲子園初めて優勝したということで、えー、受付の方に聞きましたら、この、嘉手納市工場のある嘉手納高校、 そして、この読谷村の読谷高校、野球部の選手がほとんどはこの嘉手納と、これ読谷の方の生徒が多いと、こういうことで、村中挙げて大騒ぎと、こういうことでですね、チャリティー歌謡賞の会場内で、えー、号外がですね、配、えー、られました。第98回の全国高等学校野球選手権大会、沖縄大会、優勝は嘉手納高校が、三里工業決勝戦、11対3で破り、 初めての夏の沖縄代表で、えー、甲子園球場の出場を決めたと、えー、こういうことですね。まあ、魚は釣れるしね、嘉手納高校が初優勝、夏の甲子園、初勝ち入りましたら、もう NHK のね、えー、高校野球のお中継テレビから目が離せなくなります。さあ、前置きな長くなりました、えー、今日の裕次郎さん、3回目ですね、裕次郎特ー。 何でも言いますようにこの石原慎太郎さん兄の慎太郎さん前の東京都知事ですね、えー、彼がこの一橋大学の在学中に芥川賞小説「太陽の季節」この小説のですね、えー、結構戻りとなったのが弟の石原裕次郎さんですよね。えー、今から29年前の 7月の17日,、ね、一昨日になりますねわずか52歳で、えー、天国へ旅立ったんですね、えー、非常にこのビールが好きで、えー、日活の撮影所には専用の冷蔵庫があって水代わりにビールを飲んだっていうのは有名な話ですそして NHK の紅白多合戦 NHK から何度も出場の依頼があったんですけどまあ歌は素人ということで生涯紅白多合戦にはん 出なかったというエピソードもあります。さあ、え今日聞いていただきますのは、よぎりよ金山ありがとう、銀の指輪ね、小岩町札幌、別れの夜明け、ブランデグラス、横浜物語、俺のオタレとね、歌を準備しております。一曲目、昭和四十二年、よぎりよ金山ありがとう、ツーコーラスですね、えー。いわゆる浜倉さん、浜口幸之助さんの 作品をレコーディングしたんですけどね、えーまあ、裏面が B 面が粋縄からですね、えーまあ、生涯歌詞を見ながらでないと歌えなかった石原治郎さんですけどね32歳、えー、年齢に無理のない大人の歌をレコーディングしたいという希望をですね浜倉さんが作ったんですね昭和42年。 よぎりよ今夜もありがとう聞いていただきます夜更けの街で忍び合い知っているのはよぎりだけ晴れてあえる日まで隠しておくれ二人の幸せを祈っておくれよぎりよ今夜もありがとう はい「夜霧を今夜もありがとう、ね」非常にムーディーで2コー,ーラスのね裕次郎さんでも非常に代表的な曲です、えー、2曲目かける前にこの裕次郎さんのファンクラブの話をしましたけど以前にも那覇に「嵐を呼ぶ裕次郎会」っていうグループとそれから「裕次郎を歌う会」というグループがありますそして南部のハエバ原の方には「裕次郎をしぶ会と」と こういう三つのグループがありましてこの嵐を呼ぶ雄次郎会のメンバーの中田京一さんが10月2日議論市民会館大ホールで行われる議論会話友の会の第16回のチャリティー歌謡賞に、えー、嵐を呼ぶ雄次郎会を代表して赤いハンカチを歌っていただきます北部の里戸伊豆の村にいる方ですけど月1回のモアイ。 那覇の居酒屋での萌えに参加するのに、裕次郎軍団の結束力大変です。えー、船便がありませんので、仕事を終えた後、なんと、漁船を何万、チャーター。そして、元部港に着くと、元部港から那覇まで、タクシーに乗って萌え会場に駆けつけるというね、熱狂的な裕次郎ファンです。えー、宮古八重山の方は、前の日に、 那覇に来て、一泊して、前に参加するとね。えー、そして、メンバーは、十二郎以外の歌を歌ってはいけないと。こういうグループがね、えー、沖縄にも三つあります。さあ、次の曲、銀の指輪。えー、昭和四十二年九月発売で、石原十二郎さんと有松子さんがディエットしたんですが、この曲、ティーチクラジオのアーチクレコードのスタジオで。 ピアノでででわずか10分で仕上がったんですね、えー、渋谷にあった大きな中華料理店のステージで歌ってるところを愛町子さんねスカートされて裕次郎さんのサポートを受けて売り出された期待の新人愛町子さんは1年としないうちにフジテレビのディレクターと結婚してさっさと引退してしまったというエピソードがあります。それじゃ銀の指輪聞いてみましょう えー、歌で探そう「幸せの花」石原裕次郎さんの特集3週目に入っております、えー、次の曲が「恋の増し札幌」ねこれも非常にいいカラオケで歌われる曲ですね、えー、まあ裕次郎さんと名コンビになった濱、えー、口蔵之介さんよく北海道に赴い,いてですねいろんな思想を,を抱いていたんですけど、まあ、初恋を知った女の出演歌でありながらジメジメした面はなくですね 現代っ子の歌を男っぽい伊次郎さんが歌って、えー、何の不自然さもない歌ですね「鯉の松札幌」で。で裕次郎さんの歌には「俺の小樽雪国の町北の旅人鯉の町の鯉の町札幌と」と北海道を舞台にした歌が多いんですけど、えー、やはりこのサラリーマンの父親が山,山下棋線のサラリーマンで。 関連会社の役にまで出世した方なんですけど転勤で幼い頃の裕次郎さんは兄の慎太郎さんとあの幼少時代小学校時代を北海道で暮らしてたんですねその影響もあるんでしょうねそれじゃあ「鯉の町札幌」聞いていただきます時計台の下であって鯉を知った私。 幸せだった。寂しい時、虚しい時はいつもこの町に来るの。恋人なのね。ふるさとなのね。私の恋の町札幌。 はい恋の町札幌ね昨日は海の日でね、えー、FM 技能班の若いスタッフも、えー、トロカルビーチで、えー、夏の海のね、えー、いろんなこの模様を中継しておりましたけど、まあ、札幌と言いますとね、小樽とか札幌、北海道はね、えー、2月に行って行きまとめを私、見たんですけど、札幌もいいですね、時計台の下での恋物語です。 さあ次の曲も「銀の指輪と一緒」ディエットでですすね別れの言い訳です、えー、昭和49年の8月発売ですね、えー、九州から来た八代明さん、ねえー、昭和49年といいますとこの「ディエットの相たの八代さんが涙声忍び声の大師ットを飛ばしてねスター街道爆心中の大物スター2人によるディエット曲なんですね。 それじゃ四曲目聞いていただきます別れの夜明けです男の強さと女の愛しさ生きる喜び知ったのに愛は燃えても定めに勝てない悲しさに涙わけは別れの夜明け はい歌で咲かそう「幸せの花」ね昨日、海の日でね是非、えー、海水浴にはオリオンビールをね皆さん飲んでいただきたいと思いますねさあ石原裕次郎さんね日本人で一番ブランディグラスの似合う方とね称されましたねこの「ブランディグラス」もだいぶヒットした曲なんですね。 石原裕次郎さんの歌がですね今でも人気がありますのはカラオケ店なんかでこの映像が出てくるんですねご本人が当時若い時の映像ですからもちろんあの頃の美しいねディエットの相方女優の方々が出てきますね特に朝岡瑠璃子さんねこの間紹介した日本経済新聞の,この私の履歴書にあるように。 まあ目の中に顔があるような目の大きな方なんですけど今はもう74歳ですか2年前に小林明さんとデュエット曲「い愛しといい心」ってね2年前にまた新曲をデュエット出しておりますけどまあブランディグラスから話がそれたんですけどこの裕次郎さんのカラオケ聴きにはやっぱりこの映像テレビに映る映像がですね何とも言えないレトロな雰囲気を醸し出しますね。 それで中高年にはまだまだファンが圧倒的多いということでしょうそれじゃブランディングラス聞いていただきましょう はい、えー、ブランディングラスですね、えー裕次郎さんは歌詞見ないとね歌えないんですよね。えー、ですからスタジオの中でもですねいわゆるカンニングペーパーボードをボードに書いてですねカメラから外れた方に置いてそれを見ながら歌ってるわけですけどねさあ次の曲、これもいい曲ですね、「横浜物語」。 映像にはね、若い頃の月9イメージさんが出ますね。そして昭和50年代の大型キャバレーカサブランカの映像が出てくるんですね。私も好きな歌なんですけど、この横浜物語には有名なエピソードがあります。中西礼衣さん、作詞家としてはもう有名ですね。実績のある方ですが、この中西礼衣さんが新婚の時の出会いが面白いです。昭和56年の2月ですけど、 裕次郎さんと中西麗さんとの出会いがですね面白いんですけど、まあ、石原プロ第一作の「太平洋ひとりぼっち」のロケで下田の東急ホテルに、えー、滞在している時に新婚の中西麗夫妻とホテルのバーで偶然会ったんですね。でたくさんの新婚のカップルがいるんですね、えー。それで最もお似合いのカップルとして、えー、君たちが重傷だと乾杯したんですね。 それで裕次郎さんがこの優勝したカップル中西礼さんに「お前さん何やって食ってるんだ?」と質問すると「シャンソンの役所をやって食ってます」と答えたらしいですね「あんなもので食えるかまあなんとか裕次郎さんやめろやめろやめて流行歌かけ何か書いて持ってきたら俺が打ってやるこの会話が中西に流行を買う。 流行歌を書く決心をさせたんですね。えー、人生出会いというのは大変なもんですね。ユイロさんの出会いで成功した芸能人がたくさんいますね。先ほどのヤシロアさんもその一人なんですね。それじゃあいい曲ですね。予感物語聞いていただきます。カナールサダメと知りながら、末永く吸いてほしいと。 言うお前「負けたよ泣くな泣くなよこのままついてくるかい横浜物語」。 はい、歌で逆さを幸せの花、石原、十字郎さんの特集3週目に入っております。最後の曲は俺の小樽ねえ、小樽と言いますと、石原、十字郎記念館があるところです。ですから、2月に北海道の雪まつりがありますので、沖縄からもたくさんの裕次郎ファンがツアーを組んで北海道の雪まつりを見た後、石原、十字郎さんのこの小樽にある記念館で。 記念グッズを買って帰るというケースですね今でも多いですね沖縄からもファンが2月の雪まつり見ながら十字路館に行きます昭和57年11月の作られた LP 石原十字路オリジナル82「俺の心の港町」実曲の中で好評のためにシングルカットされたのがこのおた「俺の小樽」なんですねこの記念館には「二人の世界」 の歌詞とこの俺のおたるの生原稿これがですね陳列されています北海道ではよく売れてます特におたるではこの歌を知らない人はいないそりゃそうでしょうね題名が俺のおたるですからねまあ雄二郎さんの歌は上手い下手の問題でなくですね上品でかっこよくどんな歌にもこの雄二郎の世界を雄二郎ワールドをね作ってしまうところですね それじゃ最後の曲「俺のおたれ」聴いてみます。 はい俺のおたるですねジョギリ横に山ありがとう銀の指輪小犬町札幌別れの夜明けブランデグラス横浜物語俺のおたるユージロファンにはたまらないですね名曲ゼロイですねさあ残りのお時間あと六分ほどありますお勉強タイムまあ時の話題一週間の話題をお伝えしましょう先ほど高等学校野球のね沖縄が決まりましたけど えー、メジャーリーグのイチロー選手、すごいですね、42歳、3安打ですね、えー、メジャー通算3000安打まで、あと6つです、6安打ですね、えー、42歳、えー、大したもんで、そして、えー、トーリー三塁の通りも決めてですねで、ご本人は言ってますね、えー、多分5年前と比べて早い、なんでかと言われても、自分ではよくわからないというんですね、5年前。ねえ 30代後半の時に比べて足が速くなっているということですからやはり日頃のこの健康管理中いうんですかトレーニングの成果だと言えますねさああとは離島関係離島県沖縄ですね離島の方々の特典中いうのがですね教育論そして旅費の面で、えー、ありますまずは離島の旅費県が8割女性 来月から募集本当に在住者対象ですね、えー、対象となる離島は伊部屋島伊是名島伊江島渡名喜島久米島北大東南大東津堅島宮古池間島伊良部島石垣島与那国島座間島渡嘉敷阿国9月にも沖縄本島に住む県民を対象に県内の16の離島の 歴史とか文化自然など島の独自性を体験するモニターツアーの旅費のモニターツアーの旅費の8割ですね8割を助成する事業を始めるですねこの費用をまとめ8月から募集を開始年間約3,000名を上限に募る予定年間3,000名ですね離島に旅行する機会が少ないと言われる本当在住者に旅を通して 地元離島の魅力を感じてもらうことが狙い、えー、県は交流を深めることで島々の活性化につながると期待しているとこういうことですねツアーの内容としてはスポーツサークルと島に住む方々との交流試合で民泊を通じた島の家庭料理体験島出身者のモアイメンバーが里帰りして住民との交流こういうもろもろの催しも考えられております。 それから教育ローンですね教育ローンで優遇金利沖縄銀行が離島にから来られる生徒さんにこの母子家庭、不子家庭対象にですね、金利を最大で0.8%引き下げると発表した、ね、離島に住んでる母子家庭、ね、不子家庭を対象に教育ローンの利率を引き下げるということですね。 そして幅広い支援策で沖縄銀行としてこの沖縄の教育を応援していきたいとこういうことですね。で教育ローンの対象となる学生が沖縄銀行で預金口座を持つと0.5%引き下げた上でさらにです、ね、離島在住者とか母子,母子家庭はさらに0.3%下げるということですね。そして借り入れ限度額も引き上げる今まで少々貸し付けは 今までは万万から500万円、ね、当座の貸し越し型は1,000万から2,000万円に、えー、借り入れの限度額を引き上げるということですねそして少々貸し付け型の借り入れ期間が最長12年を今まで10年だったのを15年15年で偏在ということですねそして離島に住んでいる父子,子家庭は18年まで、えー、借り入れができるということです。 審査の受付も合格して6か月前に、えー、早めたんですね合格日の6か月前に早めたつということで、ねえーまあ、離島の運転、えー、そして旅立つ若者に1万円を贈呈成田空港500人のパスポート使用人成田空港国際空港と日本旅行業協会が えー、15日から成田空港を利用して海外旅行する若者にパスポートの取得費用として1万円を送る旅立て若者キャンペーンを始めた、えー、海外を旅する若者の減少傾向に肌だをかけるのが狙いということですね、えー、パスポートを新規取得または更新する国内在住のこれは年齢が制限されます18歳から22歳で。 1000着500名ですね支援を受けるためには期間中に成田空港8着の国内線を利用して、えー、日本旅行業協会加盟の旅行会社を通じて成田初の海外旅行を申し込むことが要件になるさあお別れの憧れのハワイ航路が流れてまいりましたそれじゃ来週までごきげんよう。